ということで、はい、はい、ということで、はい、ちょっと待ってください。はい、大家好、アイリスです。いよいよアイリスの中国語講座の基礎クラス第4話です。最終話です。今日のポイントはヤオです。このヤオは実はちょっと。私はお金が欲しい。ここの我の意味は私です。想要の意味は欲しい、钱の意味はお金です。だから我想要钱、日本語は私はお金が欲しいという意味です。他は我想要旅行、ここの私、想要、したい、旅行は旅行。だから、我想要旅行の日本語は、私は旅行したいという意味です。二つ目の意味は、要の前に、需をつけます。需要。これの意味は、英語というのは、英語で言うと、英語というと、英語で言うと、英語で言うと、need とほぼ同じです。じゃあ、ちょっと例文見てみましょう。我需要钱。私はお金が必要。我は私。需要は必要。钱はお金。だから我需要钱の意味は私はお金が必要。でも中華系の人はこの想要と需要の想と需はあまり言わないんだよね。皆さん大体省略して省略して要だけを使います。はい、ということでアイリスの簡単中国語講座基礎のレッスン終了。ズン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 。なんだろう。よ、じゃあこの四つの、基礎ワードはとても重要なので忘れてきた人もまだ勉強してない人も前の動画チェックしてくださいね。じゃあ、次回は日常に使うようなフレーズとか皆さんに教えようと思います。それじゃあまた次回、バイバイ、再见。この動画が参考になった人はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。文法や発音など中国語の基礎はサイトに載せてるので、しっかり勉強したい人はチェックしてくださいね。バイバイ。